皆さんどうもこんにちは。こんにちは。本日は車からお伝えしております。今なんと僕たちはどこにいるんでしょうか。どこにいるんでしょうか。カナダにいます。カナダです。うおー、まだ国境を越えてウィンザーっていうところに、すぐそこね、ね、デトロイトからね、出てからすぐ。ほんで衝撃的なことが起きました。はい、何でしょう。カナダに入って、まあ、ロングドライブに備えて、ご飯を食べようということになりまして、ブランチね、ブランチね、で食べたんですけれども、はい、何を出したんですか。私は、クラブサンドイッチを食べました。はい、私はベジオムレツを頼みました。野菜オムレツですね。はい、そのお味たるや、お味たるやびっくらこきました。はい、うますぎ。私のベジオムレツは野菜の味が濃い。いやー、びっくら超えたな。うん、美味しかったね。美味しいね、本当にね、なんでこんなにうまいの。ね、しかもなんかフライドポテトすらさ、美味しかったよね。ね、なんでアメリカと、アメリカで食べるのと、なんであんなに違うの。知らない、油じゃないかな。お店のチョイスが良かったかな。そうですね、千尋さんのおかげですね。はい、ようございました。 Google マップさんのおかげ。それ検索で当てたのは千尋ちゃんですからね。そうですね。アメリカではいつもマイル表示で運転してるんですが、はい、距離がね、カナダに入った瞬間にキロに戻りました。戻ったっていうのは、もともと僕は日本で運転免許持ってたので、ね、キロ表示だったんですが、もう軽く10年近くマイルで運転してまして、もうね、マイルで運転してる時間が長いのよね、僕。おお、そうなんだ。そうだよ。そうか。だって25からだから10年運転したよね。で、18で取ったから、7年でしょ。もうほら、マイルで運転したのが長いんだよ、俺。で、キロに急にね、なるとね。もうわけわかんなくなっちゃった、今。本当に。はーってなる。あと何キロで、とかって言われるとね、ナビにね。そう。でもね、これはね、不思議なもんでね、あれよ、マイルの時はね、こんな使いづらいマイルなんか使いやがってって文句言ってんだよ、俺。そうだね、文句言うよね。最初、必ず言うよね、みんな。キロに1000回と。なんや、その独自ルールはやと。ねえ、こんなわけのわからんことしやがって、このアメリカ人って言って文句言ってんだよ、僕。うん。でもね、10年マイル運転して、キロに戻った瞬間に、キロわからんってなる。まったくもうわがまま、ほんと。人間たるや。まあ、そんなもんだよね。で、みんな一番最初にさ、はい、そのキロとマイルってさ、はい、わけがわからんってなるやつだもんね。そうだよ。うん。ね、皆さんね、留学するならカナダの方がいいと思います。ご飯は美味しい、キロはそのまんま、距離はね、重さはキログラムなんかね、こっち。ポンドなんかな。キログラムなんじゃない。あとね、おしゃれな人が多いでしょ。で、痩せてる人が多い。ね、本当に。ミシガンなかなか大きい方が多いですもんね。おーおー、ミシガンたるや、もうあなた本当に巨人王国でございますんでね。別に縦にでかいわけじゃないんだけどね、もう。びっくりするのがさ。うん。私会社に入社した時にさ、うん、複数名、はい、体が大きいがゆえに、うん、歩けなくて、うん、電動車椅子を使って車内を動いてる人がいた。なかなかアメリカの大問題ですよね、あれは。ねえ、本当。で、私言われたもん、なんかちょっとアメリカ来て太っちゃったから、うん、ダイエットしようと思ってって言ったら、うん、普段日本食食べてるんですよ、でしょって聞かれたから、うん、日本食食べてるよって、まあ基本的にはって言ったらさ、どうやって日本食食べてるのにさらにダイエットするっていうのって言われた。日本食を食べてれば、もうそれがアメリカ人にとってはダイエットなんですよ。そうですね。で、何をこれ以上やるんだと、聞かれて。うん、そんな
な記憶があります。本当だよね。いや昨日さあのさ、うん、マツコの知らない世界を見たんですよ。うん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 。そしたらね史上最年少の野菜ソムリエの男の子が出てきたのね。出てたね。16歳の、ね、で日本の野菜の紹介をしてたんだけど、うん、改めて思ったね。日本は本当にすごい食料が豊かというかね、そのすごい豊かな国、うん、量が多いっていうわけじゃないんだけど、うん、その上質なご飯が育ってんのよ。そう、ご飯っていうか野菜がね、うん、食材がね。そうで、そのさ一つの芋にしてもさ、うん、芋お芋さんでもここの芋ここの場所で採れる芋がめちゃくちゃうまいとかさ、うん、場所を変えたらダメってね。そうとかあるわけよ。それでさ、それをさ、なんかもう何千年かけてさ、うん、なんていうかな、もう確立してるというかね、うんうんうん、すごいよね。だって同じさ、はい、果物とか野菜とかでもさ、うん、アメリカのやつってさ味薄いもんね。味ないよ。ないよね。ないに近いよね。ないない。日本のは本当に美味しいから、うん、でなんか富士のこの前ね記事を読んだ時に、うん、富士のリンゴ、あの富士ってその銘柄のね、はい、リンゴこっちにもアメリカにもあるんですけど、うん、富士のリンゴはなんかそのちょっとあんまりこうアップルパイとかそういうのには向かないんだよねとかって言ってんだけど、うんうん、こっちで食べる富士のリンゴと日本で食べる富士のリンゴと違うからみたいな、うん、そうね。ちょっと心の中でねすごいねざわっとする、ね、そう一緒にすんなバカ野郎みたいな。そう一緒にすんなっつって日本で来て食べてみろって本物をって思った。そうよな本当。それと一緒で野菜もね、昨日野菜ソムリエの子が言ってたけど本当に美味しいもの、美味しい、そのスーパーで買えるもので、うん、味が濃いって、なかなかね、こっちでね、うん、ないもんね。ない。本当に幸せよね、うん。脆弱な野菜しか食べれないけどね、本当に。本当に。それ、うん、なんか、ちょっとそのいいものを食べようと思ったら、日本でいう朝市。うん。農家のその直売場みたいなところに行かないと食べれないとかね、うんうん、そうなのよ。しかも結構高いみたいなね。結構どころじゃないよ、バカみたいに高いバカみたいに高いんだよ本当に。ありえんよ日本はね。本当にねいい国よね、そう考えるとね。うん。野菜ソムリエの子がさマツコさんにさ、うん、レンコン出してたんだけど、うん、長男レンコン、次男レンコン、三男レンコンみたいなさ、ああああ、そのなんていうの、茎のどこにあるかとか根っこのどの部分かで味が違うって、うん、近いところから長男って、そうそうそう、あれさそんな食べ比べができたのねって思わん？確かにね。いやーなんかそのさマツコさんも言ってたけど、うん、その目になった時とかさその、うん、なった後の茎を食べるとかさ、はい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 、葉っぱの時に食べるとかさ、はい、植物の体勢とかこの芽が出てからの成長こうねこう成長してくる段階でどこの部分を食べたら一番美味しいかっていうのを日本人研究しとるんよね、もうすでにね。でそのさ食の幅広さ、うん、一つの食材に対してのアプローチの仕方の多さ、うん、これは日本人だからこそできてるのね。そうだね、うん、あとその干してね、うん、濃縮させてとかね、そう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 、出汁が出るようにみたいなね、うんうんうん、いやあれも知恵だよね。知恵だと思う、すごいよ。で山形がさ、はい、一番その今ね、うん、今そのなんていうの、昔からあったお野菜っていうのが種類が多いみたいなさ、うん、話をしてたじゃん。で交通の便が悪いからその行き来がしづらかったから、うん、自分たちのところでってさ、まさに島国だから日本全体がそんな感じなんだろうなって、まあそうだね、昨日見てて思ったけど、うん、いや食が食って大事だもんね。大事。
ほんと大事。だってお米すらさ、うん、日本で食べるのめちゃくちゃ美味しいもんね。美味しい、めっちゃ美味しい。びっくりするよ日本の。あとさ、何回も言うけどさ、卵だけでも卵かけご飯だけでもめちゃくちゃ美味しいっていうさ、うん、だいたい生卵食べれないもんねこっち。無理だよ本当にね、命の危険がある。チャレンジしたんだっけ。いやもうお腹壊すのは前提で卵かけご飯してた。そうなんだ、うん、だそれを食べたら2日間ぐらいお腹下れる。そうなんだ、本当にダメなんだね。本当にダメ。ちょっと電子レンジでとかやってたもんね。うん、あるかもしれないけど、うん、日本すごいよね。すごい、すごい、マジですごいね。え、うん、だって水も美味しいしさ、まず、うん、そうね。で、お野菜も美味しいでしょ、うん、で、お魚も美味しいでしょ、うん、で、お肉も美味しいでしょ。こっちだって今和牛和牛ってさ、うん、売ってるもんね。ねえ、日本ってつけた瞬間に売れるからね。うん、そうだね、うん、ほんとジャパニーズってついてたらね。そう、ジャパニーズなんとかって言った瞬間も売れる。ね、なんか昔はさ、物だけだった感じがするけど、最近さ、うん、食がさ、ジャパニーズってついてりゃ売れるみたいな、ね。売れる、うん。そう。そうなんですよ。うまいんだよな、ね、本当に。なんか油で揚げるトンカツとかね、もうどん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 輸出した方がいいと思うね。それ別にさ、日本が作ったわけでもないし、うん、でも日本の食べ方、とんかつのね、豚の肉をどこまで柔らかくするかとかさ、うんうんうん、そういう工夫はやっぱりね、日本がねすごいと思うのさ、うんうんうん、でその食べ方とかをなんていうの、アメリカとかに教えてあげたら、うん、すごい喜ぶと思うの、うんうん、でもさ、レンコンがうまいとかごぼうがうまいとか、うん、芋がうまいとかこういうのはね教えなくていいと思うのね僕らね。なんかさ思うんだけど、私たちはさ、うん、その味が薄い中で、うん、でもその旨味とか、はい、本当の野菜の味とか、はい、そういうので楽しめるじゃん、はい、なんかこっちの人たちはさ、やれソースつけたりとかさ、うん、濃い味にするからさ、日本のその薄味の中の楽しみ方って分かんないんだよね、うん、分からない、分からない。でもそれが分かるってさ、すごい幸せなことだよね、うん、私たち幸せよ、幸せよってすごく思う、うん、そうよ。でそれをまあ そういう食がさベースにあるからだと思うけど、長生きだしね、うん、ね、健康だしね、うん、何してもさっきのカナダの朝ごはんうまかったな。美味しかったね。いくら超えたもん本当に。何が違うって多分なんか野菜自体の味が濃い、濃い、美味しい、うん、まあお水も美味しいんだろうな。なんか国境越えただけなのにね。ねえ、20キロないよ本当に。ねえ、いつも住んでるところと30キロくらいか、20キロくらい。さあもう、いやー、何この差はっていうね。留学するならカナダですよ皆さん。そうですね、私もそう思う。留学移住はカナダですね皆さんね。アメリカじゃないと思うよ、もう、うん、ただビジネスチャンスは半端じゃないからねアメリカね。ビジネスをやろうと思うんだったら、商売やるんだと思うんだったらアメリカだろうけど、うん、その永住の地というか、うん、長らく住もうと思うんだったらカナダじゃないかな。そうだね。がしかしカナダはカナダで仕事がねえんだな、これがな。そうなのよね、だから結構さっきのウィンザーっていうところ、うん、国境近くの町に住みながら、あのアメリカ側に仕事に来てる人多いもんね。うん、多い、多いね。そうなんですよ。ご飯が美味しいっていうかね、ご飯が美味しいって本当幸せ、幸せ、それだけで平和になる。うん、すごいのよ、すご
ごい、ご飯がうまいっていいな。だってさ、これさ、このご飯食べれませんってなった瞬間さ、もうさ、やる気なくなるやんね。暴動が起きるよ。起きる起きる。だってさ、だって旬のものがさ、全部うまいんだよ、あの日本。もう、すごいよね、日本ね。春キャベツ、うまいと思ったでしょ、今ね。春、他に何がある？春？吹きのとうとか。あ、吹きのとういいね。あ、いいね。あー、ゼンマイ。タケノコとか。あー、いいね。あー、いい。いい。いっぱい出てくる。あー、いっぱい出てこない。お花見もあるしね。お花見もあるしな。お花を見ながらさ、食を楽しむってさ、贅沢。ね、お酒もたしなんじゃってみたいな。お、贅沢。めちゃくちゃ贅沢だよ、ね。贅沢。ないから。確かに。ないから。いやね、もっとね、日本流の楽しみ方をもっと前面に出してね、楽しんだ方がいいと思うな。そうね。うん。本当そう思う。そしたらね、お金とか関係ない世界で生きられるからね。思わない？まあなんか稼ぐ意味が変わってくるもんね。ね。そう。お金を稼ぐことは悪いことだと思わないし、うん、あの、ある程度稼いだ方がいいとは思うけど、はい、でもそのなんで稼いでるんだろう、何のために働いてるんだろうみたいなことになっちゃうとね、うん、ちょっと悲しいけどね、うん、あれ今度食べたいしなみたいなさ、うん、そういうのいいよね。いい。いやー、もう日本帰りたくなっちゃったな。なるでしょ。なる。なるなる。なるよね。なる。あの美味しいご飯を置いてアメリカに来て、アメリカ軍団まで来ちゃったっていうね。何をやってんだろうね。アメリカ軍団は、あの、なんだっけ、あれ。え？空飛ぶ広報室を見てね。そう。アメリカ軍団ってまでって言ってたもんね。それを真似してるんですよね。いやー、アメリカねー。いやー、すごい憧れがあったんだけどな、俺な、アメリカ。憧れるよね。憧れるよな、うん、だって見せかけ超うまいもんな、この国な。見せかけって言わない、ね、違う。アメリカはアメリカで、まあ、きっといいところがあると思うよ。ほら、分かってねえじゃねえか、俺。10年近く住んでアメリカのいいこと、いいところ言えてねえじゃねえか、俺。いろんな価値観の人がいて、はい、そのみんな違うっていう前提で生きてるので、はい、その自分の個性とか、はい、自分のちょっとみんなとの違いとかっていうところは、はい、受け入れられやすくはあるから、はい、そういう生きやすさはある。なるほどね、うんうん、価値観が違っても、うん、それを良しとしてくれるっていうところは確かにある、はい、そういう意味では働きやすいし、あとは女性がキャリアを積むっていうことが、うん、割とこう、まあ、もちろんその出世するしないとかっていうところになると、うん、まだまだアメリカもっていうところはあるけれども、はい、でも女性が仕事をしてて、うん、キャリアを積んでいくっていうことに対して、うん、すごくやっぱウェルカムな国なので、うん、で女性の上司とかもいるし、うん、それはすごく働きやすいし、一旦その、まあ、子育てとか出産とかで、うん、とか介護とかでみんな離れててもまた戻ってこれるっていう良さはあるよね。そうね、うん、女性のは生きやすい世界ではあるかもしれない。は、女性のキャリアっていうことに関してはすごく、うん、あの進んで、日本に比べたら進んでるとは思う、うん、そうね。他には差別もね、まああるっちゃあるし、ないっちゃないし、まあ、違うっていう中で生きてるから、もうなんだろう、それが当たり前っていうか、違うことが当たり前だから、うん、人種も含めて、うん、宗教観も含めて、うん、なんかみんなでそのなんだろう、心地いいゾーンをお互い探ってこうぜみたいな、うんうん、ところは前提としてあるから、うん、まあいいよね。あとはいろんなことに寛容になる。あ、寛容になる、確かに。荷物が、アマゾンの荷
物が届かなかろうと、届け方が雑だろうと、まあ、アマゾンは結構いいけどね。まだね。うん、届くけどね。どこかに電話をかけて、電話に保留にされて放置されようと、うん、寛容になる。まあね。怒らなくなる。うん、確かに。もうなんか、すごい頑張って対応してくれたら、めっちゃありがとうみたいになる。うん、なる。そうか。まあ、一長一短ってことですな。そうですね。ただただご飯に関しては日本がいい。そうだね。野菜の豊富さと、味のね、その、なんていうの、生産地によって味が違うとかね、水がきれいだとか、空気がきれいだとか、そういったことに関しては、日本がいい。住まいどうよ、住まい。住まいは、アメリカの方がいい？いや、値段による。アメリカだって、それは確かに。うん、アメリカだってさ、安いとこあるし、うん、安いとこは日本よりひどいし。そうだね、基本的に壁薄いからね、うん、全部丸木越えだもんね、うん、それだからといってすごい安いところっていうわけじゃないもんね、うん、そう、十何万も払ってんのにみたいな、20万とか20何万払ってんのに壁薄いもんね。薄い、それはある、うん、そう、まあどうやっても日本人に生まれてるから日本がよく見えるんだけどさ、うんうん、それはそう、だって基準が日本だからね。そうだね。疲弊しない。うん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 。ね。確かに。なんかすぐ直してくんないととかさ。うん、ね、そういうキツキツした感じにはならんもんね。あと働き方は、まあそのもちろんその残業とかそういうのもするのはするけど。うん、もうこのホリデーシーズンになってくると有給消化するぞみたいな、うん、そういう雰囲気があって、平気でなんか 2,3 週間いなかったりとか、おう、そういうのはなんだろう、有給消化を推進しなきゃみたいなことをしなくてもみんな取るね。え、そうよね、すごいよな、いな。それはでも逆にそんだけ取ってくれてるとこっちも取りやすいから、うん、ね、ね、有給は取りましょう、取りましょう。僕有給ないからね、個人事業主。そうだね、有給ない代わりにね、まあいいや。いや、カナダはのどかですな。おう、うん、今のどかなところを走ってます。走ってます。これがあと 2,3 時間続きます。はい、はい、というわけで日本の食事はとっても素敵っていうことでした。はい、でした。はい、またお会いしましょう。またねー。